ジルクニフからの要望に応え、俺は戦争の幕開けに最強の魔法を展開する。それは超異魔法、黒き方丈への貢ぎ、イアシュブニグラス。この世界ではどのような結果が出るのか。巨大な魔法陣を見て警戒する者もいるかもしれないが、残念ながらもう遅い。第12話、大虐殺。それでは始めるとするか。